チャンネル。甲子園でって言ったらやっぱり甲子園で2000本のヒット打てたので、あそこの試合っていうのは、まあ、自分としても、まあ、印象深い一試合になってますね。6番サード鳥谷背番号1。史上50人目の通算2000本安打まであとヒット1本。打ちました。セカンドライナー越えていく。宇宙間へのヒットになりました。鳥谷敬、14年間積み重ねたヒットの数2000本、大きな偉業を甲子園球場で成し遂げました。その時はあんまり分かってなかったですけど、まあ、阪神だけだったので、まあ、なんとかプロ野球選手として生き残るためにこう必死に毎日やってるって感じで、ロッテに来てみて大変な日々だったんだなっていうのは感じました。金本選手のように、常に試合に出続けられるような選手になりたいと思います。やっぱりその東京では小学生とか自分のことを呼ぶときは鳥谷さんって言ってるんですけど、昨日は鳥谷っていうふうに言ってたんで、あもうそこら辺がちょっと違うのかなっていうふうに昨日感じましたけど。まあ、その4、5回骨折もしてるんですけど、脇腹やっぱ肉離れして1ヶ月間ぐらい出た時はもう一番きつかったですね。いやもう普通に試合の中で振った瞬間に肉離れして、でそのまま試合出て、そしたら1ヶ月ちょっとでだいぶ良くなったかなぐらいの時にまたデッドボール当たって骨折して、で2ヶ月半ぐらいも始まっから、まあ、きつい時があったので、その時は本当にきつかった。鉄人鳥谷倒れ込む。やっぱ終わりが必ず来るっていうことは常に自分に、意識しているので、まあ、例えば怪我して今日出たくないなと思った時に、明日じゃあ野球やめるとしても、じゃあそれでも自分は出ないのかって聞いたら大体出るんですよね。
だからそれを毎日繰り返していると気がついたら怪我も治るし、まあ、そういう意味で自分に常に終わりっていうのを意識して、その終わりが来た時に自分がどう思うかっていうのは常に自分に聞きながら、まあ、ずっとやってましたね。ショートからショート、鳥谷入れた、ボール掴んだ、うまい、一塁送球、アウト。第5球を投げました、空振り三振。羽田ガッツポーズを作ったピッチャーの森、2004年の9月から試合に出続けていた鳥谷敬の連続試合出場がストップしました。勝利投手田島、敗戦投手がノリス。鳥谷に投げました、打ちました、ライトランナー飛んでいく、ライトの前に落ちる、ヒット、一塁ランナーは二塁ストップ、打った鳥谷は一塁ストップ。大歓声、背番号1に大きな拍手が送られています。連続試合出場が止まった翌日、鳥谷代打でヒット。自分が試合出てる時っていうのはね、それが、まあ、しんどさだったんですけど、まあ、試合出れなくなって、それでたまに試合出た時の、まあ、声援であったりとか、まあ、そういうのはもうそれまでを全部こう払拭するぐらい、やっぱファンの力ってすごいな、応援って力になるなっていうのは感じました。まあ、今現時点では特に何も考えてないですけど、まあ、そのユニフォーム着る着ないもそうですけど、やっぱそういう立場になるためにはもっともっとこう自分自身をね、高めていかないといけないなっていうのはあるので、当然、やってきたその実績だけでね、できるもんじゃないと思うので、まあ、そこら辺はしっかり自分が勉強して、そういう状態になればその時に考えたいなと思ってますけど。鳥谷が出てきました。鳥谷がベンチから出てきました。